ではそろそろ礼拝を始めていきたいと思います。では皆さんおはようございます。おはようございます。2020年2月23日第一礼拝を始めていきます。ではその前に総額の中で心を主に向け奉仕を待ち望みたいと思います。
けで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美いたします。こうして今日もこのよみがえりの朝、主が私たちを導いてくださり、こうして礼拝に参加して、本当にあなたの御体である教会であなたを礼拝し、感謝をし、賛美をするこの時が与えられている恵みを本当にありがとうございます。聖霊様、あなたが今このところに豊かに臨んでください。イエス様が本当にこの真ん中にいてくださることを信じ、ありがとうございます。今本当に世の中ではコロナウイルスでいろんな騒ぎが起こったり、またその中で大変な思いをしていらっしゃる方もいるかもしれません。また私たちにはそれぞれ本当に戦うべき、また本当に主が用意された十字架があります。そのことの上にも感謝いたします。すべてを感謝して、また本当に私たちは心を一つにして、ますます本当にあなたの身元に集まって礼拝し、また賛美をし、兄弟姉妹ともに愛し、祈り合い、また本当に支え合い、また外に福音を述べ伝える、この大切なお仕事をする力が与えられますように、神様導いてくださいますようにお願いいたします。またどうかこのところから使わされたフィリピン、オーストラリア、花巻と所沢の東京の働きを今日も覚え、主が助けを与えてくださいますようにお願いいたします。今日参加できない愛する兄弟姉妹たちもどうしているでしょうか。どうか本当にこの礼拝の場に主がどうか導いてくださり、引っ張ってきてくださり、本当にこの信仰にあって、本当にこの体の中で、あなたの御体の中で本当に成長し、歩む力が与えられますように、神様導いてください。今日も生けるあなたの御言葉が語られ、私たちの霊の目も開かれ、それを受け取ることができますようにお願いいたします。すべての心配事もあなたに委ねますので、あなたがそれを取り扱って、ベターではなくベストのあなたの道を与えていってくださいますように、リバイバルの技をこの弱い者たちからと教会からも主がその技を成してくださいますように信じお願いいたします。私たちの今日親族、家族と友人、知人とに至るまで、本当に主の豊かな御業がなされていきますように、どうか覚えて働いてください。感謝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ではまた体調の良い方は許される方をお立ちいただきまして、歌集の59番を賛美します。
79番では2番までを賛美します。またペルガモにある教会の御使いに書き送れ、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなたのところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら私はすぐあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠されたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれている。このところから信仰を捨てなかったと題してベニヤミン仲間の牧師よりメッセージをいただきます。ではその前に賛美の奉仕をお願いいたします。you
日は先週もやりましたけどユニティっていう坂本兄弟のパソコン仲間の人たちが作った賛美歌集があるんですけれど、その中に入っている空の鳥よ野の花よっていうのを今日は2人で合奏させていただきます。坂本兄弟はこれを歌ったり演奏しているとイスラエルのアラノを思い出しますね、を思い出してすごく感動して聞きしながら演奏しているみたいです。空の鳥よ野の花よあなたたちは美しい、悩まず感謝しよう日々あるしの恵みよという感じで演奏しましょうという歌詞の歌さんです。はい、それではもう一度お送りしていただきましょう。歌集307番、歌集の307番、主の時が来て、歌集の307番、主の時が来て、
この年度1月2月のこの歩み、また一日一日、今は恵みの時であり、また救いの日であると主が語っているように、神様の恵みが、また神の救いが今この地を、またこの世界を覆っていることを覚えなさいと主は仰せられます。私の大いなる大いなる救い、聖霊の技が今全世界を覆って、またあなた方の教会に聖霊が豊かに豊かに望んでいることを捉えなさいと仰せられます。確かにこのさらに全てのことを感謝する歩みを、このあなた方は徹底して、またその道を歩みなさいと仰せられます。私のリバイバルの働きはこの平穏な中で起こるのではなく、いろんなまた戦いの中で、許される戦いの中で行うと、その中で勝利を得ていくことを覚えなさいと称賛されます。天にも地にも私の霊が満ちていると称賛されます。あなた方お一人人の中に生きて働いておられる聖霊様、生きてあなた方をキリストに導き、また信仰の歩みに導き、天を目指してこの世の旅人としての歩みを導いておられること、信仰から信仰へ、力から力へ、また感謝から感謝へと導いておられること、これを捉えていきなさいと称賛されます。またこの全ての働きはこの祈りを通して、このまたその信仰を通して、信仰の告白を通して始められ、また見えないところからスタートしていくことを覚えなさいと主は仰せられます。あなた方の祈りを積み上げ、また信仰の告白をさらに見えないものにおいて、見えるもののように信仰の告白をこの積み重ねていきなさいと主は仰せられます。ハレルヤ。それでもう一度307番、主の時が来て、はい、イスラエル右側さん作詞作曲です。あなたの